久保さん、今回中村添風いきましょうか船に乗ってももう波が出やしないか嵐になりやしないかそれともこの船が沈没しないかと船のことばかり考えてたら船旅の快適さは何もなかろうじゃなかろうじゃないか人生もまた叱りだよとねえ <laughs> あ水止めたかな節約 <laughs> あれ電気消したかなとかね <laughs> そう。だからそのお金を稼ぐためには人生を楽しむための一つのツールなんですよね。でもお金がないとお金に縛られてしまうっていう。もちろん自由を得るためにお金のことも考えるんだけども何だろうな。うーん。うーん。本当にないときついと思いますね <laughs>。 だからまあ最低限自分の人生を楽しめるぐらいのやっぱお金はあった方がいいですしそっちの方が快適かなと思いますけどね。うん。僕もやっぱ今ねあの楽というか,なんかその毎月の,その支払いのプレッシャーがやっぱなくなったので <laughs>。 <laughs> 楽っすよね久保さんもまあ毎月ねあの支払いのプレッシャーあったと思うんですよ昔はマージャン店の赤字を補填してる時はね僕もね従業員の給料は今月どうしようかなっつってね補填してましたけど、まあ、それでまあ借金が出たんですけど大変でしたもんねうんまあ独立してからもその借金ずっと返済してましたけど 毎月毎月返済返済で、やっぱりしんどかったですね。今、そういうその借り入れのなんだ、返済がないので、まあ車のローンはあるんですけどね、まあ車のローンはまあ大したことないし、まあ内よりやった方がいいっすよね。うん。だか要は、 お金に追われないため、人生をよりよく楽しむために、その楽しむためだけの許容範囲のお金は絶対あった方がいいかなと思います。うん。だから、あとは、その、あなたはどれぐらいで人生楽しめる、どれぐらいのお金で人生楽しめるんですかと。うん、例えばホテル、これも人それぞれだと思うんですよ。ホテル5000円のとこでも幸せを感じれる人もいれば、 5万円のところ泊まると幸せを感じれます。5000じゃ感じれない。じゃあ10万円だったら感じれる。人それぞれ変わりますやん。で、僕の場合は、あの、どっちでも、どっちでもいいんですよね。どっちでもいいっていいか、なんだろうな。選択があるから、あの、例えば目的が寝るためだけだったら別にそんな高,高価なホテルいらないんですよ。寝るだけだから。ね。ビジネスホテルの安いところでいいんですよ。寝るだけだから。<laughs> だけど、なんかその旅行を楽しむ。 そのホテルを楽しむって方ですよね。で、ホテルを楽しもうってなったときに、10万円ぐらいのところに行くと、やっぱ全然クオリティ違うし、飯もうまいし、楽しめるんですよ。でも、お金がないと、その選択がないから楽しめないんですよね、あんまり。うん、だからその、ホテルに泊まるっていうのも、多分旅行の僕は一部のエンタメだと思うんですよ。もちろん、その、どっか行ってって、そこで楽しむっていうのもあるんだけども、その宿泊するっていうのも、旅行の僕は一部なのかなと。 でもそのお金がなかったらじゃあそのなんだ外で遊ぶテーマパークとかでねまあ例えばディズニーランドで遊ぶお金が必要だからホテルはくすげか格安みたいなねいやだったらなんかディズニー東京ディズニー行くんだったらね東京ディズニーのまあ多分クソ高いと思うんですけど <laughs> ミッキーのホテルあるじゃないですかでそこに泊まった方が多分面白いと思うんですよねうん。だからその なんだろうな目的によって選べるようにな,なればいいんじゃないかなと思いますねうんそう今日僕はあのヨシを食べてきたんですけど吉牛もちょっと値上がりしましたね <laughs> 物価高で僕はもう吉牛ギ1杯でなんかあやっぱうめえなみたいなね <laughs> うーんなんですよただ旅行行った時吉牛を食うかっていうと吉牛食わないんですよ それはそのなんだホテルのねそのコース料理とかなんかバイギングとかまあそれ食べるんですけどうんなんか目的によっこういう目的なんだけど金がないから選べないっていうのが多分しんどいと思うんですよね。 船に乗ってももう波は出やしないか嵐になりやしないかそれともこの船が沈黙しやしないか船のことばかり考えてたらえ船旅の快適さは何もなかろうじゃないかと人生もまたしかりだよとさすが中村天風ですねいってらっしゃい